チャオ、あっちゃんです。今日はね、三輪神社さんに参拝に来ました。でもう参拝終わって心のリセット、おみくじで指針をいただいてね、気持ちはもう完全にいつもの厚みに戻ってます。これでね、トラブル解決できたらいいんだけどね。そんな感じで三輪さんに乾杯したんで、この後上の、あっちゃんがいつも言ってる芸能の神様、あそこ、一木しじめの御事様、ね、薬のある西神社さんの方へ行きたいと思います。行きましょう。やっぱりね、すっきりする気持ちがね、全然違うんよね。ここね、御朱印帳とかがあるところで、で、こっちかがね、いろいろこうご祈祷とかしてくれる受付所やねんけどね。この階段、ちょっと怖い。はい。三輪山様ってなかなかね、登山ができひんくて、本当に、登る人を選ぶって言われてるぐらい、まあね、登山にしたらそんなに標高はないねんけども、それがいろんな修行するぐらいの苦しい険しい道でね、あっちゃん初めて行ったら登りきれへんかもと思ってたけど、なんとかね登りきれたんでよかったかなとは思ってんねんけどね。まあこんな感じでね、こう登らせていただきます。やっぱりワンコ椅子に座らしてるよ。あかんよ、あれ。人が座るところにワンコ乗せてんね。もう、言い方悪いけど、ある程度お年を召してんのに、そういう常識がわからないんですよ。なんか多すぎるよな。信じられんわ。まあ、こんなね、愚痴言うとってもしゃあないけどね。まあね、でもね、本来、神社には獣を連れてきちゃダメっていうのもあんねんけどね。それを良しとする。まあ、良しとしてる神社も増えてるからダメやねんけどね。本来。ダメなものはダメなんですよ。ダメ、ダメ。まあね、でも、ね、バイキンマンやん。こんなとこにバイキンマン誰か忘れてやる。かわいい、かわいい。でもね、結構ね、神社ってね、若い人よりよ、ある程度お年を召した人が多いんだけど、なんでこんな険しいんやろうな。本当に。何人ね。神社さんの方にご参拝行きましょう。何分ながらせいつもね、あっちゃんこの辺まで来たらね、しんどくなって椅子に座るんだけど、みんなが椅子に座られてるからね、今日は人が多いんでね、ノンストップで行きましょうか。休憩ね、みんながしてもらうのがいいんで。あつみさんしんどいわ、やっぱり。ここはね、薬の岩倉って言って、あちゃんここ参拝したことがないのよ。岩倉神社って言ってね、なんか、三輪山様から転げ落ちてきた岩が祀られてるんだけどね。みきちゃんがね、病気の時は一回参拝させてもらったけど、あつみさん今のところ病気は大丈夫なんでね。ここからね、西神社とか、ロームに行くんでね、ゆっくり進んでいきましょう。はい。ね、ここからね、左に行くとね、クエヒコ神社って言って、知恵の神様。受験前とかによくね、来るところやねんけど、あちゃんアホやからね、入らんでいいねん。
もうこれ以上かしこまらんでいいし、はい、でこの先にね、元伊勢の桧原神社っていうのがあるんだけど、20分ぐらい歩くんだけど、行ったことないけどね、今度行きましょうね。ということでね、ここは絶対にお参りしないというのは竜、これね、竜明神社、竜明神社、竜明家っていうのかな、今日は静明家や、竜のね神様、弁財天様がお祭りされてる神社でね、ここもちょっと待ってましょう。ここはね、YouTuber としてね、参らないといけないんで。また先行かれたよ。なんでそう待ってへんのかな、みんな。待っとったらずっと待ってらんないかな。はい。めっちゃ先行かれるからね。ということでね、龍明神社さん、一色紙姫の御事様にお参りします。大体ね、こうやって待ってるときは、外で待つのがマナーなんでね。すいません、待ってるんですけど。ね、やっぱりね、ここは大勢で入るもんじゃないんでね、基本。だからそういうことね、みんなもね、神社来たとき、履けるまで待ってくださいね。お参りしましょう。あ、カメラ。ちょっと撮ってくれる。お参りさせていただきます。よいしょ。こういうね、お社っていうのはあんまり大勢で入るもんじゃないのね。順番を待ってしないと本当に参拝マナーの分かってない、大人が多すぎる、はい、だから、これまたね動画にしたいなと思うんだけど、参拝マナーっていうのはやっぱりね、そう順番を守るとかいろんなそういうのがあってね、通りそうなのかな、ぐらいだけど、だからね、そういうの守っていきましょう。じゃあね、このちょっと嫌な気分をまたリセットするのに清めていきます。ちょっとね、ネガティブなことを吐いてしまったんで、口を清めしてね、はい、では薬の、神様、西神社様にお参りしましょう。西神社様はね、ここからね、三輪山様に登る山道というか、入り口があってね、そこから登っていかないとね。じゃあ西神社行きましょう。あっちゃんもね、まあ、そんなに西神社さんは、西神社さんもね、病気とかそういうのは今は大丈夫なんでねんけども、やっぱりね、みんなの健康も一緒にお祈りさせてもらうんでね、西神社さん毎回ここは来た時は参拝させていただきます。よいしょ。あれ、平安公園。
密接を防ぐため池のほとりで水を汲んでくださいやって、こういうね参拝するときは開けてからやりましょう。西神社様で、あのあっチャンネルの視聴者様、ここはね病気のね病気治癒の神社なんでね、あっチャンネルの視聴者様がいつも元気で健やかに、そして今病気で苦しんでる方は早い治癒をねお参りしてきました。ということでね、あっちゃんは YouTube やってるんでね、あっちゃんの発信力でいろんな情報を出せて、その情報で一人でも元気に病気が治って助かりますようにということをねお祈りしてきました。今日ね、西神社様に参拝して、もう気持ちもすっきりになってね、ちょっとね、ここがね、あっちゃんいつも聞けるとこ、西神社の薬って、このね、そこの岩のとこから水飲んで、いつもこれ飲んでいくねんけども、これがね、あの蜜を防ぐために、池のほとり、臨時御神水拝聴所っていうのかな、おごりをください。薬の御神水は U ターンして、後ろのスロープを降りていただき、右のテントで組めますということなんでね、していきましょう。ではちょ、このポチンポチン機、これね、めっちゃいい音すんねん。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、すっごいいい音するじゃん。ポチン機がね、ポチン機が今この水筋に落ちていこうと思う。ちょっと足を静かにします。はい、これでね心を落ち着けて、ね、病気が癒えて、ね、みんなが病気にならないことはちゃんとお祈りします。でね、御神山の方ちょっとねちょっと行こうかも。今ね、あの御神山に登れへんみたい。いつまでやろうな。ちょっとこれまた見て読んでいきます。ね、ああ、コロナの期間中は当分の間中止っていうことなんでね、もうコロナの期間中止なんでね、またこれが終わったらね、この上でお清めしたいなと思うんだけど、ここの中はカメラ撮影禁止になってくるね。ここまでやねん、撮れんの。だから、この中、今こっから見えてる、あ、こう見てもらったからけど、すっごい幻想的なところやねんけどね。これがずーっと登山で、往復だいたい3時間4時間ぐらいの登山なんだけど、すごい気持ちいいんで、ぜひぜひ来てください。今ちょっとこれで中止になるよね。再開したらあっちゃんも行きたいなと思ってます。御神山にお参りしてきました。すごいでしょう。なんかジブリの、ね、世界みたいなすっごいところだね。もうこの中はめちゃくちゃ ありがたいね。もちろんこの中カメラダメです、食べ物とかもダメです。お弁当とかね、いいのは水とかお茶、飲み物、それだけ。中で草とかキノコとか、ね、いろんなもの取っちゃダメです。石もダメです。砂も取っちゃダメです。
なんか前は夕方まで行けてんけど昼までしかダメ、 朝に来やなあかんみたいな。ということでね、ちょっと水をね汲み、あのスロープを降りたところって、スロープ降りやんでも階段やんね、ここやね、この向こうかな、お手洗いの横で汲むのか、なんか微妙やな。